スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、桜井弘明の人話。皆さんこんにちは。株式会社ストラテジック代表取締役桜井弘明です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールさんで組織変革プロデューサーを務める私桜井弘明が中小企業ならではの人や組織経営戦略に関わるヒントを発信していきます。番組の前半では中小ベンチャー企業の社長様をお迎えしまして経営戦略やサービスの特徴そして企業の経緯などについてお話を伺っていきます。本日はですね、東京都世田谷区にある不動産の売買賃貸管理斡旋それからその仲介業務をされているテンダーリビング株式会社代表取締役の中村麻里亜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで私も女性の経営者の方っていうともう大喜びなんですけどもすいません、笑っていただいてありがとうございます、はい、よかったです、はい、この中村麻里亜さんっていうマリアっていうのはカタカナなんですけど、はい、本名なんです。本名なんです。戸籍上このカタカナが使われております。戸籍上この、はい、素敵な名前です ねちょっと両親が変わってるんでしょう ね、うん、いやいや変わってるというかあの覚えやすいというか、うんうん、印象深いというか。そうですね。好きですかこの名前。うん、あのありがたく使ってます。いいですね私あの桜井弘明って名前が画数も多いじゃないですか、はい、でなんかこう読みづらいじゃないですか、ね、覚えづらいし。あまあでも弘明さんはね分かりますよねこれ見たら。あ大丈夫ですか、うん、大丈夫な感じですか。大丈夫です。桜井がね画数が多いんですよねこれあの中学の時に技術の先生に、うん、お前は2階の女が気にかかるだなって言ったんですよ確かに。でもあの簡単な方よりちょっと格式ばっててかっこいいと思いますよ。今ちょっとスルーしましたね僕が結構2階の女は気にかかるって結構気に入って言ってるんですけどスルーしましたねそこね。意味わかりました。いやなんかあの女性好きみたいなのが2階かかるとあんまりあれかな。よくないです ね、 そうですね。あそっか反省した。もう気づかされました今日は。ということで非常に鋭い、はい、中村さんでございますけども、はい、不動産屋さんの、はい、いわゆるこうなんて言うんだろう町にある不動産屋さんとどっか違うんですか。そうですね、私が会社を作ったのが4年前なんですけれども、まあこう数あまたある不動産会社とやっぱりちょっと差別化させて作らないと、うん、あの埋もれてしまうなと思って、うん、その差別化のところをお客様顧客を女性向け女性をターゲットにした、うん、あの不動産会社を作ろうと思いまして、女性のための幸せになれるお部屋探しっていうキーワードをキーにして、うん、あの不動産会社を作りました。へえ、はい、じゃあいわゆるこうやって街に商店街にあるちょっとこうなんか恰幅のいいおじさんがうってなんか奥の方にソファで座ってて窓際のところにいっぱいこう物件の資料がバーって置いてあるような、はい、ああいう不動産屋さんとちょっと違うんですか。まあちょっとイメージは違いますね。あの実際の実務というか物件の仲介とか契約とかはまあやってることは同じなんですけれども、入り口が違うというか、まあイメージをちょっと変えてます、うん、あなるほど、はい、非常にこうやっぱり目線が違ったりとか。うん、そうですね、あのまずその地盤に根付いてるわけではないので、うんうん、世田谷区の北沢で、あの、まあ、私の地元なので一応本店所在地として地元に置こうと思って作ってはいるんですけれども、うんうん、あの物件のお取り扱いは一都三県どこでもやるつもりでやってます。なるほど、はい、まあ、関東近県をそうですね、はい、もうターゲットに全てをやってますよ、はい、ということなんですね、はい、じゃあこれ聞いてる方々も地方からこのエリアもしくはこのエリアの中での、はい、売買仲介に関しては中村さんにお願いしたらいろいろとお手伝いいただく。そうなんです、あのお客様ありきなのでお客様がこういうところで買いたいとかこういうところで借りたいって言ったらそこにお探しに行くという形でやってます。なるほど、はい、このテンダーリビングっていうのはどういう、はい、テンダーリビングはですね、あの一応2つの意味があって、はい、テンダーっていうのがこう優しいとか柔らかいとか思いやりのあるとかっていうものなので、うん、というリビングを生き方というふうなものと、あとはリビングルームのリビングっていうので、うん、まあなんかこう日が入ってきて柔らかい感じのリビングルームみたいなのがイメージしやすいというような感じのものでテンダーリビングってつけました。なるほど、はい、ありがとうございます。
ます。ということで、CM1 回挟みますけど、後半はちょっと不動産業界のですね、昨今の動向も含めて、はい、それからやっぱり借り手、はい、それから買い手、はい、それから売り手、はい、それぞれのこう目線での、はい、やっぱり私もそうですけど、なんだろうな、疑問とか、はい、いろんなことありますので、はい、そのあたりをこうバッサバッサとこう切っていただいて、ご意見いただければと思います。かしこまりました、はい、今日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。桜井弘明のひとひと話。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。桜井弘明のひとひと話。はい、ということで改めてご紹介いたします。東京都世田谷区にある不動産の売買賃貸ですね、管理斡旋、それからその仲介業務をされているテンダーリビング株式会社代表取締役の中村まりやさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、私ホームページ早速拝見させていただいて、はい、ありがとうございます。あとはFacebook のページとかも見させていただいて、はい、物件の特徴がやっぱりこうちょっとなんかこうセレブというか、はい、なんだろうな、まあ、やっぱりこう女性的な目線で物件選ばれてるので、なんか女性限定なのかと思っちゃったんですけど、はい、決してそうではない。まあそうですね、ホームページ上ではやっぱりね、女性が見に来てくださることが多いかなと思うので、女性に好まれそうな物件をセレクトして載せてはいるんですけど、うんうんうん、本当に3万円まあ、っていうと、じゃあ2万円はやらないのかって言われちゃうんですけど、もうそういう定額の賃料のものから、うん、まあ、オークションまで仲介はさせていただいているので、男性の方でも女性の方でもいつでもウェルカムです。一人暮らしの方でも家族でも、はい、もう全然それは幅広く決めてないってことなんですね。そうですね。なるほど、はい、でそれも賃貸も仲介も両方やられてる、はい、てます。はい、なるほど。でもこの時期やっぱり忙しいんですか？3月がものすごく忙しかったですね。転勤とか。そうですね、賃貸需要で言った時はやっぱり一番この春先が忙しいので、1月から4月が始まるところまで、うんっていうのがやっぱりその転勤だとか学生さんの入学だとかに合わせてすごく動くので、この動きに乗りながら仕事しなきゃいけないので、そこが一番大変でした、はい、なんか噂に聞いたんですけど、すごい売り上げを上げられたというのを聞いたんですけど、3月に3月はちょっと1年分ぐらい稼いだかなっていう。なんですとちょっとってこれもう聞いてる人がもうなんだよってふざけんなよって思っちゃいますけど、いやでも今ちょっとやっぱり不動産バブルになってきてしまっているので、まあ、これはちょっと恐ろしい局面でもあるかなと思ってるんですけど、価格がどん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 上昇してきてしまってるので、買うならいつなのかって言った時に、このまま、オリンピックなんかを目指して上がってきてしまうんだったら、今のうちに買っておかなきゃっていうようなやっぱり需要があるようで、駆け足で急いで買う方が多いですね。これ地方の方も聞いてるんであれなんですけど、かつ興味があるんですけど、この首都圏を中心としてね、特に東京だと思うんですけど、地価がどんどん上昇して、この路線価もすごかったですし、物件上がってるって言うじゃないですか、これなんでなんですか？僕はやっぱり海外の投資家が買ってんじゃないかって思っちゃうんですけど、もうそのおっしゃる通りだと思います。はい、やっぱり中華系の方々、台湾人の方々とか、投資用で買われていくので、やっぱり実需のパイが少なくなってきてしまって、そこで値段がやっぱり上がってきてしまうっていうのが原因だと思います。じゃよくあるこう売りに出されているようなオークションとかタワーマンションの、一番いいような部屋っていうのは200万とか300万とか一月数賃貸するような貸しに出したら、やつを買ってるのは、結構外国人の方が多いですね。でやっぱり現金をお持ちの方は強いので、不動産会社内社デベロッパーとしても、融資を組んで融資が通るかどうか分からない方にこう1ヶ月2ヶ月待って貸す、売るよりも、やっぱり現金でポンと買ってくださる方に売りがちな部分が、ね、やっぱりあるので、リスク、ないですもんね。そうなんです。それでどんどんじゃあ釣り上がっていって、そうなんです、それ以外のところも上がっていってしまう。そうなんです。なのでちょっと都心一点集中型ではあるかなと思うんですけど、やっぱり上がってきてしまってますね。なるほど、はい、
じゃあ逆に言うと地方はどんどん下がってる。まあ地方をどこまで地方と呼ぶのかも難しいんですけれども、やっぱり東京は強いかなと。でもまあ、いろんな動きで地方にも、ね、力をっていうことで、いろんな動きがあるので、その一概には言えないと思うんですけどね。なるほど、はい。まあ地方でも上がってるところもあるんですか。あると思います。そうですか、はい。まあそういうね、投資目的でいろいろ考えてる方もいらっしゃいますし、はい、まあ経営者もこれ聞いてますんでね、はい、資産形成の部分ではなんかもうバブルなんか起きないんじゃないかって思ってたんですけど、不動産本当になんかバブルな感じで、ね、怖いですよね。すごいですね。いつまで続くんですか。オリンピックまでですか、やっぱり。でもこれはちょっと上がりすぎてきてるの で一度その前に、まあリーマンショックまで大きくはないでしょうけど、何かしらがあるかなという予想を立てられる人もいますね、業界の中で。はい、中村さんどう思います。私はまだまだ行くのかなと思います。あ、そうですか。はい、いつぐらいまで。やっぱりオリンピックまでですかね。あ、そうですか。やっぱりオリンピックを契機にまあガクッとくる、ね、怖いですね、そうなると ね、すごいですよね。なるほど。そういう意味でいくと、はい、今回のそのテンダーリビングさん立ち上げられて何年なんですか。はい、今4年目です。4年目ですね。はい、まあ、1年で1ヶ月分を稼いでしまった中だと思うんですけどそうなるまでには結構ね、紆余曲折もあったと思うんですけど。もうありました。これ今笑ってられるのは、もう初めて笑ったぐらいで、今までは苦労が多かったですね。あ、そうですか。はい、これ立ち上げられた経緯っていうのちょっと教えてほしいんですけど。はい、経緯は、話せば長くなってしまうので重点的に話すのであれば、私のこう分岐点、人生の分岐点で、仕事と家庭とどう選ぶかとかっていう時に、起業しようという発想になったんですけれども、私一度過去に結婚をしておりまして、はい、その結婚をしている時に、当時の夫が、一般的なサラリーマンだったので、全国転勤のあるサラリーマンで、名古屋に赴任が決まりまして、2週間後に名古屋に行かなくてはいけないということになったんですね。で、当時私は不動産会社に勤めていて、サラリーマンだったので、じゃあ どうするかと、2週間後についていくのか、会社を辞めてついていくのか、それとも、働き続けて遠距離婚みたいなものをするのかっていう、選択が迫られた時がありまして、でその時になぜか私はそのどちらもなんかこうしっくりこないなと、仕事も辞めたくないでもとかっていうのをいろいろ考えて、その時に思いついたのが、じゃあ自分の会社を作ろうという発想だったんですよね。なかなかないよって言われるんですけどなかなかないですよ、ないよって言われますけど、私のあの時はこれだなっていう感じでしっくりきた、きました。へえ、ご主人でもなんか、あ、当時はね、その時は、いいじゃんいいじゃんみたいな感じでしたね。多分本人はそれどころじゃなくて、もう自分のその転勤とかそういうことがあれだったんだと思うんですけど、はい。なので、それこそその夫が内示が出た時から起算すると、その3ヶ月後には私は会社を辞めて自分の会社を作って会社登記してましたね。早すぎじゃないですか。そうなんです。超スピードですね。1週間ぐらいはどうするか悩んで、1週間ぐらいどうやったら会社を作れるかとかっていうのを調べたりとかして、でも調べきって、あ、いけるなと思ってからはもう準備に入ったので、もう3ヶ月後には作ってました。はあ。しっくりきたのはどういうあれなんですか、その心は。それは、やっぱりその仕事をやっぱり一生辞めたくないっていうので、会社を作ってしまえば一生私が働くところがある。これは稼げるかどうかとは別の話で、でもその働くという場所は作っておけるっていうのがあったのと、あとは自営業になるので時間が自由になるので、東京に必ずいなきゃいけないとか、毎週週5日働かなきゃいけないとかっていう束縛がなくなるので、名古屋にいる夫にもこう会いに行けて。名古屋だったんですね。そうなんです。はい、名古屋にいる夫にもこう会いに行けるなというのがあったので、公私ともにこれはいいんじゃないかっていうしっくり感があったんですよね。普通はでも名古屋に一緒についてって、向こうで転職先探すとか。あ、ちょっと探しました。ちょっと探し 2,3 日ぐらい探したんですけれども時期もあったのかもしれないんですけど、あまりこう私がやりたいようなお仕事はなくて、でさらにやっぱり、もしそれでお仕事があったとしても、またその夫の都合で何年働けるか、そこの場に入れるかが分からないので、でその愛知県っていうのも、その時が人生で2回目とかに行ったところだったので、血のりのない不動産屋がどういう仕事をするのかっていう、不動産の仕事をやっぱりしてきたかったので、相場感、まず名古屋駅っていうのは分かっても、名駅ってないの知ってます？
名駅、名古屋駅のこと名駅って言うんじゃないですか。そう、でも名駅ってないじゃないですか、名駅っていう駅は。ないですよ。なのに名駅から何分とか言ったりとか、名駅がどうしたとか、ね、そうなんかその辺とかもついていくのにやっぱり時間かかるというかそんなことを知らないのに不動産屋はやっぱりできないなと思わされたので、それはその名古屋の新居探しをその彼としてた時に、ね、これちょっとここで私不動産屋とか仲介やるのって難しいよねって思ったので、ね、それでも不動産の仕事をするんであれば、うん、名古屋にいて名古屋から東京に上京してきたい人を斡旋する、うん、東京でのお家探しをしたいっていう人をお客さんにしようと思ったんですよね、はい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 、なのでそれもあってそこからその差別化の一環でじゃあ女学生さんで、うんうん、名古屋の高校とか大学に行ってる人、うんうん、で大学を東京に行く、はい、仕事場社会人になった時に東京に行くっていうような人を斡旋してこようと思って、うんうん、女性向けの不動産会社っていうのを作ってたんですけど、ある意味たくましいというか、まあ、もっと言うと戦略的ですね。そうですね。でそれもその中でも美大とか、まあ、芸大とか医大とか音大とかに行くような人たちであれば賃料もちょっと高く取れていいんじゃないかっていうので、はい、なるほど、下高に考えてたんです、はいはいはい、でどうだったんですか結果で、まあ結構厳しかったですね。実際は難しかったですね、うん、名古屋の方々がちょっと閉鎖的で、ね、特にお嬢さんなんかを外に出したがらないっていうのは知ってたので、うん、知ってたので、でも美大音大に行かせるには芸大に行かせるにはやっぱ東京に出さなきゃいけないっていうのが必然的にあって、それは仕方なく出すみたいなイメージがあったので、うんうん、そこを切り抜けられるかなと思ってたんですけど、うんうん、学生寮に負けちゃうんですよね。ありますね、女子学生寮。そう、学生寮、うん、女子寮に負けてしまうので、うんうんうん、ご本人は結構一人暮らししたいっていう子が多いんですけど、うん、ご紹介して物件とか何件か案内するんですけども、最後はやっぱり最終的にご両親がやっぱり女子寮にとりあえずは通わせます、住まわせますとかってなってしまうと、うん、不動産会社としてはそこは仲介はできない区分なので、そうですかというふうになってしまうので、ちょっとと厳しい営業をしてましたね当時は。それが結構続いて、続いてました、ね、だん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 変えてったんです。であとはその飛び込み営業とかしてたのでまあ名古屋のその高校とか大学にアポなしで行って、うん、こういう仕事してるのでとかって言ってもやっぱりちょっと閉鎖的なところがあるので、うん、飛び込んでいくのも難しいかなっていうのがあったので、うん、東京で名古屋絡みの人脈を作ろうと思って、はい、それこそ異業種交流会とか経営者会とかにいろいろ出て、うん、名古屋にまつわる人とか、ええ、名古屋出身の方とかとこう接触するようにして、うん、でそこから例えば名古屋大の教授の方とかご紹介していただいて、うん、そこから学生課に行ってもらうと話が結構通ったりするとかっていう感じでやってたんですけど、うん、それもやっぱりちょっと費用対効果を考えると何してるんだろうなっていうようなことを最初はやってたんですけど、うん、そういう活動をしてこう、まあ、人脈というか人のつながりが増えてた中で、この人女性のための不動産会社らしいよとかっていうのがちょっとずつなんか口コミなのか広がってたのと、うん、多分ホームページの方もだんだんやり続けてブログとか毎日書いてたので、それでプレビューが多くなってきたりとかして、ホームページからも反響が取れてきたりとか、その都内とかこの首都圏で引っ越しをしたいとかっていう人のお話を結構いただけるようになってきて、名古屋には通わなくてもちょっと仕事が成り立つような状況になってきて、ちょっとずつ変わってきてたっていう、はい、結局仕事がこううまくいきだしてご主人はねえ、ちょっとねさよならみたいな。そうですね、最初の目論見とはちょっと違うことになってしまって、2年前かな、はい、離婚してます。あ、そうなんですか、はい、なるほど、はい、今やっぱり仕事の方が充実したというか。そうですね、当時はやっぱりもう仕事どうしても辞めたくないっていうのがあったので、じゃあ彼がどっか他のところの地に転勤になったら、まあ、名古屋だったので通ってましたけど、例えば九州になったりとかしたらどうするんだとか、あと子供ができたらどうするんだとかっていうことがあったので、とりあえずあの時はまあやっぱりお仕事を優先しましたね。なるほど、まあ、そうやってどんどん事業は拡大していって、はい、ね、すごいノウハウもあると思うんですけど、はい、やっぱり例えば売買とかだったら仲介手数料発生するじゃないですか、はい、で今結構ネットとか のニュースですごい大騒ぎになってて、ダイヤモンド社がなんか料亭売買の、料亭取引の 3% プラス6万、3% プラス6万の両方を取りたいがために大手の不動産会社が物件隠しをしてるみたいな、はい、いうのが話題になってるじゃないですか、はい、で僕も実は新卒の後不動産会社に勤めたんですね、最初人事だったんですけど、5年間だけ仲介やったんですよ、はい、でその時に両手取引は当たり前みたいな感じで、やっぱ私も教育受けてましたし、物件確認とか入ると、ありませんみたいな、話入ってますみたいな、今レインズ入れたのにみたいな、そういう時に
直後に電話かかってきてもいやもう決まってますみたいなこと言ってたんですけど、はい、まあ、業界のまあしきたりだったじゃないですか、はい、でそれがあんな報道されること自体が、はい、あ世の中すごいこうやっぱコンプライアンスというか、うん、まあ、そうなんだけど、うん、どうなんだろうと思うんですけど、これどうなんですか、うん、まあこう一概に言えない難しいところなんですけれども、私そもそも会社を始めた時は、あの客付け側というか、お客様を持っていて、はい、でお客様の物件を探すっていう側だったんですよね、はい、うんうん、それが多かったので、とにかく私はその物件を探してるお客様 の、あの最大限の有益なことを考えればよかったんですよね、でも最近あのいろんなお話をいただけるようになって、売り主さん側、はい、貸主さん側のお話もいただけるようになってきたので、うんうん、物元側と言われる側にも立つようになると、やっぱりそのどうしても売り主さん、買い主さん、あの借主さん、貸主さん、でこう利益相反してしまうところがあるので、その中で仲介が一社しかいない場合ですごく難しいんですよね。どちら値段を下げれば買う側は嬉しい、でもそうすると売り側はっていうこの間に入った仕事っていうのはとっても難しいんですけど、まあとにかく私は自分に嘘をつきたくないなと思ってるので、ね、その両手取りたいがためにやるようなこととか、まあそれが致し方なくやることとかもあると思うんですけど、でもとにかくこれ自分に嘘ついてるなみたいなことは絶対にやらないと、なので多分売り主さん側と話した時、買い主さん側と話した時に、あ自分で嘘ついてるなみたいなことは絶対にしないようにしようと、なるほど、多分それが一番きつくなってきてしまうと思うので、ただやっぱりその、ね、利益相反してしまうというか、あの対局にいるお客様たちなので、まあ、こっちが良ければこっちがダメだってこともあると思うので、それはその状況と、ね、あの言い方とあれによると思うんですけど、でも結構あれで、まあ、大手がそうやって物件をこうやって隠したりとかすると、泣くのは中小の不動産会社というか、本当に、ね、地元に根付いてお客さんを持ってるから、貸してください売ってくださいよって言っても、大手が手放さなかったら、やっぱりね困ることも逆に中村さんもあったり、そうですね、本当にそのさっき言ったようなその客付け側のお仕事しかしてなかった時は、それをすごくひしひしと感じてましたから、まあ、でもそれを着実にやっていくと、この物件売ってほしいとかっていう売却のご依頼とかもいただけるようになって、大手には任せずにうちの会社に任せていただけるとかで、うちにそういう希少な物件が入ってくるとかってあるので、あんまりこうジタバタしなくてもやってればそういう道も開けてくるかなとは思いますね。なるほどですね、あくまでもやっぱり両者の利益相反が起きる仕事だけども、自分に嘘をつかないという軸を持ってやっていくと、そうするとおのずとまあ両手の取引が身の回りに増えてくるということですね。もし私がその物件側だったとしても、まあ、そこ隠さなくても、うちのお客様で決めれるしって思ってれば、まあ、そんな嘘はつかなくていいのかなと思います。まあ私は結局不動産会社に勤めてましたけども、配属が人事だったので、今も人事的なことやってます、人事の業界でも人材紹介とか、まさに同じような仲介に、斡旋業に近いと思うので、まあ、うちはやってないですけど、あれも本当にジレンマというか、こっちにいい顔してこっちに悪くなるっていうのはあるんで、これは結構 ね大変な仲介っていうのは難しいですよね。難しいですよね、まあ、これもう一回やってもいいかもしれないけど、重要事項説明書とかね、あんなおかしいですよね。難しい言葉ばっかで まあそうですね、貸し担保責任とか、クーリングオフとか、聞いたことないよみたいなことがあるんで、ああいうのもね、なんか業界のこの牙城をねぶっ壊していっていただきたいなって個人的には今思ってます。頑張ります、はいはい、では、お知らせを挟んで後半も中村さんのお話をお聞きしていきます。はい、桜井弘明の人人話。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。桜井弘明の人人話。それでは番組後半もゲストの中村さんにお話を伺ってまいります。
ということで中村さん、いろいろお話をね、はい、伺ってきましたけども、はい、会社としてのこうビジョンというか個人的な野望でもいいんですけど、はい、そちらをちょっとお聞かせいただけますか。そうですね、私の会社今4年目に入って着々と、まあ、先月稼がせていただいたこともあって、はい、こういうことやりたいとかっていうビジョンは見えてきたんですけど、はい、会社とはまた別に、うん、2年前ぐらいかな、会社を始めて2年ぐらいしだしてから作っていたビジネステートってお聞きになったことありますか？ありますあります、はい、ありますか、はい、嬉しいです、ありがとうございます。まあ単純に美しい不動産屋っていうような、うん、まあ、簡単なネーミングなんですけれども、はい、不動産業界で活躍する仲介をやっている女性をちょっと全国的に集めていまして、はい、そういったサークル的なものを作ったんですね、で去年の12月に一般社団法人化しまして、うん、もう少しきちっとした団体になって B2B の仕事なんかもやっていきましょうっていうことで作ってるんですけど、今全国で50名強ぐらい の美人ばかりが、はい、すごいっすね登録してくださってまして、で、まあ、彼女たちと、まあ、手を取り合いながら切磋琢磨して不動産業界で頑張っていこうというふうにやってるんですね、うん、というのもやっぱり私の会社はまだ全然弱小で物件も1都3件やれればいいっていうことで、うん、全国的ないろんな地方のお話とかも入ってきたりして、はい、これじゃあどうさばいていくのか、うん、せっかくこんなありがたいお話が入ったら、うん、ぜひその地方で頑張ってる女性にお仕事振っていきたいなとかっていうのもあってやってるんですけども、はい、うん、なるほど、はい、じゃあもう美人ネットワークですか本当に。そうなんです。それはお客様は、はい、美人不動産ネットワークってことは、はい、それを狙いに来る私みたいな男が来てもいいんですか。まあまあまあ来ていただいても分には構わないんですけれども、まあでもその、まあ、美人の定義っていうのが、はい、その外見が綺麗だから美人っていう分かってますよわけではありませんので、分かってますよ、はい、心ですよ。そうなんです、心です。おもてなしの気持ちだとか、はい、やっぱり中身が美しいと外見も美しくなると思ってるので、うん、そういう面からまあ、今いる方々は本当に中身も外見も美しいんですけれども、はい、そういう方にお仕事を頼みたいって思っていただけるのはやっぱりちょっとそのネーミングが奇抜なので、うん、そういう男性陣のご意見もあると思うんですけど、うんうん、まあ、それもありがたく頂戴していきながらやって、手のひらに乗せながらいけたらなと、はい、思ってます。すごいっすね、はい、やっぱり考えてることがやっぱりこうなんかこう腰が座ってるというかやっぱり最初の会社を作った時のやっぱ思いとすごい似てますよね、はい、うん、そうですね、まあ、多分ずぶとく生きてる人間なので、うん、どうやったら私がここで勝ち残れるのかとか、生きていけるのかとか、仕事を やり続けていけるのかっていうのを考えた時に、やっぱり一人の力じゃ無理だとか、じゃあそれを全国組織にしたらいいんじゃないかとか、やっぱりサラリーマンでいるとどうしてもこういろいろ、ね、会社の中で、はい、制約があって、うん、ライフスタイルに応じて辞めるとか、うん、減らすとか、職種を変えなきゃいけないとかっていうことがあるので、うん、やっぱりせっかく能力があったり気持ちがある人たちは、はい、せっかく不動産業界にいるんだから長く勤め上げてほしい、うん、もし起業できるようであれば独立してた方が自分にとっていいんじゃないかっていうような、うん、独立の支援なんかもしていきながらやってるんですけど、うん、素晴らしい、はい、なんかやっぱりあれですよね、一つの一回物件とかでお世話をさせていただくことがあると、はい、その人がどんどんこうライフステージが上がってったりとか、ライフ、はい、のイベントは変わることによって、うん、また中村さんにみたいな話が結構多いんですよね、うん、ありがたいリピートのお客様も数いらっしゃいまして、うん、はい、やっぱり賃貸から所有して買いたいだとか、うん、戸建てを建てたいだとかって、うん、都度都度ご連絡いただいたりして、お客様と共にこう成長できているなっていうことを節々と感じます。すごいですね。やっぱお客様と共に会社もそう成長して、あとはネットワークで自分ができないことも含めて、はい、地方の方とか、はい、あとは全国のネットワークで、はい、全てをこう叶えているというか、そうですね、お客様のために役立つというか、はい、そういうビジョンがあるということ、はい、素晴らしいと思いました。もうありがとうございます。今日は本当にまたぜひいらっしゃっていただいて、はいはい、今度はもうちょっと業界の深いもう一段深い話と、ね、あとは、はい、どうぞ。お酒が入れば結構何でも喋るのであはい、あとはその美人不動産の、はい、その後どうなったかということもまたお話しいただければと思います。かしこまりました、はい、今日どうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。続いてはこちらのコーナーです。リツコの部屋。さて続いては皆様からのお便りでお悩みに答えしていくコーナー、リツコの部屋でございます。リツコさん、よろしくお願いいたします。
あら、あなたが桜井さんなのね。カミカミじゃない。すいません、もうやだわ。申し訳ないです。いや、緊張のあまり本当に、初めましてでございます。初めまして、さくちゃんって呼んでいいかしら。あ、もうなんかそんな言われて何年ぶりでかかった感じですけど。何カミカミになってんの。たどたどしくなっちゃってますけども。意外といい男じゃない。すいません、本当にありがとうございます。あら、毎回ね、女性経営者に鼻の下伸ばしちゃって。もうそうなんですよ。なんか、女性しか呼ばないなんて言ってるらしいじゃない。そうです、もう今後は女性しか呼ばないコーナーにしようかと思って。本当に全く、ところでさくちゃんおいくつなの。え、本当に本当に聞いてんの、本当に聞いてんの。49です。あら、もう半世紀も人生歩んできてて、まだそこ。まだそこ。あら、もうすいません。まあいいわ、早くお悩みに行ってちょうだい。わかりました、はい。それでは早速今月のお便りをご紹介いたします。こんにちは、りつこさん。私はこの4月に10人ほどの設計会社に入社した新入社員です。やっと技術的な研修が始まったばかりなのですが、不安でいっぱいです。何が不安かというと、技術的なことや人間関係とかの以前で夢がないんです。先日先輩と飲みに行ったんですが、先輩から夢は何って聞かれたんです。俺答えられなくて、先輩からそんなんじゃダメだ、夢を持てって言われたんですが、正直夢がなんかないんです。こんなこと相談したら、何言ってんのよあんた、しっかりしなさいってリスコさんに言われてしまうのは分かってしまうんですが、メールした次第です。アドバイスお願いしますということですが、いかがでしょうリスコさん。そうなのね、じゃあ期待に応えて叱ってあげるわよ。いやいやいや、かわいそうですから、お手柔らかにお願いしますよ。いやいや、夢がないってどういうことよサクちゃん。はい。あれ、あなたは夢ありそうな能天気な顔してるわね。本当にすいません、能天気です。そもそも夢って何よ、人によって夢の定義が違うんじゃないの。さくちゃんの夢の定義は。え、私の夢の定義ですか。ええ、そうですね、まあ、さっきもあの中村さんとあの夢とか野望の話したんですけど、僕にとっての夢の定義って、まあ、死ぬ前に叶わなかったことって感じじゃないですかね。あんた本当に世間体ばっかり気にしていいこと言ってんじゃないわよ。もうやだやだ、もうバブル期の男ってすぐに大きなこと言って。もう夢ってもっとベタで身近で人に言えるような素朴なことでいいのよ。なるほど。あんたみたいな人が夢は大きなことや野望みたいなことを言わなきゃいけないって暗黙のプレッシャーはかけるからいけないの。なるほど、すいません。でもリツコさんの夢ってじゃあ何なんですか。え、私に聞くの。いい根性してるわね。そうね、私にとっての夢は炊事洗濯すべてやってくれて私を思いっきり働かせてくれる旦那がいて娘と楽しく暮らせることかな。だってそれってなんか自分の現実の話してんじゃないですか。それなんかまさかのおのろけですか。そう、ね、得意の。ちょっとおのろけちゃったわね。話を元に戻すわよ。す、夢は大事よ、はい、なんでかって、夢なき者に理想なしって言葉があるじゃない。お、何ですかそれ。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、なので夢なき者に成功なしってことよ。なるほど、奥深いっすね、うん、夢ないと理想がなくて、うん、理想がないと何がないんでしたっけ。計画。あ、で計画がないと実行しないでしょ。はい、うん、ってことは実行しないと成功がない。そう、ってことは夢がないと成功がないと。そういうこと。なるほど、深いっすね。じゃあ夢は大きなもんドーンと掲げるのもいいけども、うん、そうじゃなくてちょっとちっちゃめな、うん、ま、いいんですか。じゃあもう例えば今日の晩ご飯こういうのに食べたいなとか、ちょっとステーキでも今日は奮発したいなみたいな、そういうちっちゃい夢でもいいんですか。それが人生の積み重ねでしょ。なるほど。なのよ、今現在の小さな夢を本当にそれを計画に立てて実行していって、その連続が未来を作る。そう、今思い描いてることが現実になるんだから。なるほど。それを積み重ねていけば大きな夢に到達するのよ。いや、今日リツコの部屋僕来れてよかったですよ。ですね、ただの、 あのお説教バージョンと違うんですね、ここね。何勘違いしてんの。すいません、ね、相談者の皆さん、ね、頑張って。はい、ありがとうございました。桜井弘明の人人話。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。
月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。桜井弘明のひとひと話。桜井弘明のひとひと話13回目の放送、皆様はいかがだったでしょうか。いや本当に中村さん今日はありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。本当ですか、うん、リツコの部屋が楽しかったんじゃないですか。いやリツコさんがお綺麗で ね素晴らしい。ラジオじゃ残念ですよ ね皆様にお見せしたい、お見せしたいですよ ね、 でしたね。これでもベールに隠されてるんですよ。あ今ねリツコは誰なんだっていう問い合わせが結構来てて。なるほど。会社でリツコさんを呼んで女子社員の方々にご講話をいただきたいって言った、うんうん、でもほらリツコさんおっしゃってたように、はい、あの思考は現実化するので、うん、ずっとリツコさんに会いたいと思ってれば、うん、いつか会える日が来ると思います。いいこと言うなるほど。リツコの部屋どうでしたか。夢の定義とか喋ってましたけど、ね、私もあの日々夢がたくさんあるので、今晩はステーキが食べたいっていうものから、うん、億万長者になりたいっていうものまでいろいろあるので、やっぱり、ね、大きくても小さくてもそれは夢なので、少しなんか見つけてあるといいですよね。なるほど、うん、やっぱそういうのを明確にして、ちゃんと計画にして落とし込んで実行していけば、絶対思ったことは必ず現実になると思ってます。思考は現実化する、はい、素晴らしい言葉いただきました、はい、はい、今日はありがとうございました。これからも皆さんに役立つ情報をどんどん提供していきたいと思います。リツコの部屋へのメールもどしどしお待ちしております。メールの宛先は info@strate.jp までよろしくお願いいたします。私桜井弘明が中小企業ならではの人や組織、組織戦略に関わるヒントを発信していくひとひと話、また来月スモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。お相手は株式会社ストラテジック代表の桜井弘明でした。次回のオンエアは5月18日月曜日に更新されますのでお楽しみに。